プリント2分の1決勝1回戦第1組、内側岐阜県岐阜第一小玉虎之助、外側静岡北日高優太です。初代1組1回戦がスタートです。内側からスタートは岐阜第一児玉虎之助、そして外側からスタートは選抜大会この種目を制しました静岡北日高優太です。先ほどの4分の1決勝、先に仕掛けられたが余裕を持って制した、そんな印象になりました日高優太。今回のインターハイはスプリント予選から1番時計を取っています。対します現在内側やや先行児玉虎之助選手、ラスト直線まで競り合っての競り勝ち、力強い足を見せました。このスプリント競技ではありませんが、この児玉虎之助選手、お父さんは27年前の宮崎インターハイ3キロの個人追い抜きのチャンピオンです。3コーナーから4コーナーへと向かっていくところ、スプリント2分の1決勝、さあ決勝進出をかけての1回戦、両者ともに並走状況からペースを上げてきました。1コーナーから2コーナー向かっていくところ、児玉虎之助内側から、そして力で押していくぞ日高優太。2コーナーからバックストレッチ直線のところ、伸びてくるのは日高優太、まだ内側粘っているが児玉虎之助。3コーナーから4コーナー向かっていくところ、ここで前に日高優太が入った。力強い走り、直線伸びていく、そして後ろの距離を気にして最後は余裕を持って入ってきた。上がり3コータイム11秒329。ただいまの1組1回戦、先着は157番静岡北日高優太、先着確定しています。まず1本取りました。続いて第2組です。第2組1回戦、内側熊本九州学院中山亮太郎、外側徳島小松島西太田兵馬です。スタートしました第2組1回戦です。内側からスタート中山亮太郎は九州学院、先ほどの4分の1決勝はラスト直線ギリギリまでこちらも競り合っての直線の伸び、そんな足を見せています。外側やや後方、ブルーのユニフォームは小松島西徳島の太田兵馬。選抜大会はこの種目に
先ほどの4分の1セッションは攻め込まれましたが内側譲らずというところ粘りの足を見せています。そこの成功インターハイにおいては200メートルのフライングタイムトライアル大会記録は兄太田龍馬がその時は平成26年山梨でスプリントを制しています。兄弟でこのスプリントを制すかというところで残り1周に入っていきます。太田龍馬そして九州学院中山龍太郎、まずは中山龍太郎が先行から入ってまいりましてバックストレッチ、太田龍馬はここから3コーナー仕掛けていくところを並びかけますがまだ中山龍太郎粘っている。さあ作戦最後まで直線の粘り、そして最後どちらが伸びてくるかというところだが内側粘ったか中山龍太郎。上がり参考タイムは11秒544となりました。